林や亀次かめは、石川県金沢市生まれの日本の実業家、政治家である、参議院議員。生茶業を営む父、新米の八男として生まれる、金沢商業学校卒業。1930年金沢市内に当時としては、数少ない鉄筋コンクリートの商業ビルを建設、テナントとして、三越金沢店を入居させる。 1935年三越との契約切れを待って、同年9月に丸越百貨店を開業するが、1943年12月21日に、戦時統合によりぐよし大丸百貨店と合併し、大和百貨店となり、会長に就任。この時社長に就任したのが後に、第3回参議院議員通常選挙では、現職閣僚ながら落選した、さえの相手候補となった。 井村特事であった。また、北陸鉄道設立時の初代社長や金沢、商工会議所会頭、石川県商工会議所会頭、FM 東京代表取締役会長も務めた。1947年、山を辞して第1回参議院議員通常選挙にて民主党公認で石川県選挙区より出馬し、参議院議員に初当選。後に、 国民民主党、自由党、自由民主党に参加。国民民主党が申請クラブとともに改新党を結成した時には、それに参加せず、自由党に移籍した。通算当選3回、落選2回。第4次、吉田内閣の国務大臣として、地元の石川県で、内田脱社場の用地接収に当たった。 この接種への反対運動が盛り上がったため1953年4月24日の第3回参議院議員通常選挙では現職閣僚ながら落選したが辞任はせず5月21日の内閣改造までの27日間引き続き閣僚にとどまった1973年4月に委員長として学校法人昭運学園設立準備委員会を発足させ 1975年11月16日には、昭雲学園理事長として、北陸大学を開学させるなど晩年まで、精力的に活動を続けた。丸越や北陸鉄道など林家が、初代社長を務めた企業の経営を、名古屋鉄道が引き継いだことから、同社の元社長、会長の土川元夫との関係も深い。 土川が犬山市にある名鉄犬山ホテルの隣接地に、小田浦臭いの柵で国宝の茶室、ジョアンの移設を完了させた際には、わずか20人ほどの出席者の一員として、夫妻ともども招かれて同席している。兄に、日光の創業者の一人である、林足志三郎、おいに、日本古代中世史研究で著名な京都大学教授。 京都国立博物館館長を務めた林家達三郎がいる。1980年5月4日死去。去年93。ありがとうございます。